はい、皆さんこんにちは。ゆびすもてあしチャンネル委員長の林でございます。前回のね、113回目脂肪の厚みを測ったりとかしてみましたけど、皆さんどうでした？結構ね、思ったより脂肪ってないと思いませんか？でも私のこの脂肪は一体何なのよって思うでしょ。でそこでね、みんなね、大体皆さん お客さんとか視聴者の方からいっぱい質問が来てるのがありまして、それについてやろうと思ってます。本日のテーマはこちら、第114回目、脂肪吸引ってどうなのっていうことでございます。脂肪吸引ね、皆さん必ずね、やるやんない別、やるやんない別だけど、手っ取り早い送信方法として使われています。でもね、そもそも脂肪吸引っていうのはもうすっごい太っちゃって、もう内臓不全とかになっちゃうような人たちのために、緊急処置的に脂肪を吸い取って体を楽にするっていうことが目的とされているものであって、決して例えば僕よりも細いような女の人がチュ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 ってやって手軽に痩せれるとか素早く痩せれるなんていうようなものにはなってなかったんです。ところが某国とかの技術が進んできて、比較的麻酔技術とかいろんなことがあって、安定して安全にできるようになったというふうなことで、最も手っ取り早い送信方法として使われるようになりました。でもね、当然ね、注意すべきこととかリスクもいっぱいありますので、今日はそれについてお話したいと思います。脂肪吸引をやりたい方、もしくはやろうと思っている方、そうじゃないけど興味があったり知識を持ちたいという方、ぜひご覧になってください。それではどうぞ。はい、それではね、皆さんね、とりあえず脂肪吸引っていうのは、先ほどお話ししましたけども、どういったものかっていうと、以前命に関わるような太っちゃった人を治すための緊急処置的な手術というふうに使われていたのが、だんだんこうトップダウンしてきて、民間の方でもできるっていうふうになってきた、まあ、もちろん非保険ですけどね。うちのユリシスでも実際におやりになられた方で、成功した方とそうでなかった方っていうのが本当にいらっしゃってね、これがどこどこの美容外科だったとかそういう話ではなくて、実際同じ美容外科だったとしても失敗したり成功したりとかしてるわけ。もちろん医師が違うとかなんだけどもね、そういうのもあるかもしれない。実際に成功した人のお話をね、メリットじゃないけどね、話しちゃいますよ。成功した人はまず一概にこういう、ちゃんと痩せた、減った、どんなテストで言っても何をやっても物理的に取れなかった脂肪が取れた、これはね、本当に僕が確認してますが、脂肪細胞そのものが確認できないぐらい綺麗に抜いてるケース、これはね、おそらく成功したっていうことになるんでしょう。でもね、その中で実際に取れたけど、みんな口々に言ってるのはクールタイムとかね、ダウンタイムとかって言われてるやつね。要するに最初すっごい紫色で痛くて、痛み止め飲んだりとかしながら、もうそれこそ長い人だって約小1年ぐらい、普通の人でも半年ぐらいはもう紫色で、下手するとそこじゃないところまで伸びちゃったりとか、ところどころジンマシンとかできて、もうすっごい苦労するっていう人も中にはいる。これはもう施術をした時の、その後の時のばい菌の入り方だとか、いろんなこともあると思うので、単純に施術そのものじゃなくて、もしかしたら季節的なものとかいろんな要素があると思うんですよ。でもどっちにしてもそういうことをやった時に、不思議なんだけど、うちの犬陶器飲んでるお客さんはすっきりすぐ治るのね。すぐったって3ヶ月とか4ヶ月ぐらいで綺麗になるんだけど、飲んでないお客さんやっぱ半年1年ぐらいかかってるね。これは多分腎臓とかそういった体内の臓器の浄化作用とか、そういったことも大きく響いてるんだと思うんだけれども、推測のね、領域なんだけど、っていうことがあってね。でもね、成功した人はね、それをやった後、ここには脂肪細胞そのものがそれほどないので大きくなりません。つまり太りにくくなります。これが成功した人の事例です。じゃあね、失敗した人の事例ってどうなんだろう。同じ二の腕でやった時は、失敗した人っていうのは取りきれなくて残っちゃってて、残った後痩せた時はいいんだけど、2、3年ぐらい経った後にやっぱり食生活変わってないから、結局脂肪が溜めやすくなってる。犬と人も別だけど、排出してないから代謝が落ちてきて、どんどん溜め込みやすくなって、やっぱ溜める脂肪の量は同じなのよ。その溜まった脂肪がここに溜まるか、ここに溜まるか、どこに溜まるかってだけの話であってね、それがここに溜まらなくなったっていうのが成功した人の事例なんだけど、失敗した人の事例っていうのはここに溜まらないと思ってたら、いくつか取り損じがあって、それによってそこがどんどん肥大してって、結局元戻っちゃったよっていう人も実際いらっしゃるの。
だから管でジュ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 ってこう、まあ、管がどんだけ細くなったかとか先っぽがどう加工してて安全ですとか言ってる医者はいっぱいいるんだけど、でもそこでジュル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 ってジュルジュルジュルって刺してこうやってやるんだけど、その時のテクニックとかもっていうと多分に運もあったりして、終わってみたら何年か経ったアフターのことまでお医者さんは保証しないですよ。そりゃそれでうまくいかなかったってケースがあります。もう一つ失敗したケースっていうのは、実はこのジュ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 っと取ってもういいだろうってペッて取って、それでダウンタイムが終わってその後綺麗になったかなと思って触ってみたら、いわゆる今の自分の腕のようなツルツル感というか滑らか感がなくてデコボコになっちゃってたっていうやつね。そしたらもうボコボコになってて、先生これどうにかなりませんかっていうのが失敗例です。そうすると病院のところの同意書っていうのにはもともと安全にやりますよとは書いてるし、そういったことは触れてるんだけど、真っ平らに美しくしますとは書いてないんです。だからその後ものすごいお金かけてサーモシェイプとかで熱を当てながら整形していくなんていう作業をしなきゃできませんねとかってシャーシャーって言われちゃって、後でライブに会ってうちんとこ来てからでいろいろ施術をして調整をするっていうことをするんだけど、これだって完全には真っ平らになりません。結局真っ平らにするために脂肪があれば真っ平らになるんだけども、その脂肪すらがないんですから、当然引き算を、脂肪って真っ平らになるわけじゃなくてちょっとこうあるから、その分が取れた、綺麗に取れてればいいんだけど、残ってるとぐちゅ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 とこう残ってるわけですから、その残ったところのまんま皮膚が締まっていったら当然表面もぐちゅぐちゅぐちゅとなってますよね。こういうことなんです。そうするとそれは多少残った脂肪をいいことに平らに仕上げていかなきゃいけない。だから熱をかけてまったりに仕上げてサーモシェイプやりましょうなんて言ってる時点で脂肪が残ってますって言ってるようなもんですよ、僕からしたら。だからこれはもう悪いけどね、これだと僕は思いますけど、お医者さんのね。だけどそういうことを皆さんね、勘違いしちゃダメ。これはもう運、この先生だから絶対いいとかじゃなくて、これはもう半分運だから。実際に失敗した人たちはその中で数年後に太っちゃったなんていう事例があるんですね。こういうこともあって、いわゆる脂肪吸引をするときはよく考えなきゃダメだよって話。自分のつかめるものが全て脂肪じゃないってことは、この間の113回の見てもらったら分かりますけど、実際ね、二の腕なんかどうでした？10ミリなかったでしょ。10ミリぐらいしか。じゃあお腹なんかどうなのって、お腹だって10ミリぐらいしかなかったでしょ。1センチですよ、1センチたったの。これ脂肪吸引で本当に1センチしか抜いてないと思いますか？違いますね。皆さんもう分かってますね。脂肪吸引やった人分かってる。20ミリぐらい取ってるんですよ。つまりは脂肪吸引って言いながら脂肪だけじゃなくて他の皮下組織も実は全部吸い取っちゃってるの。これってすごいリスクなの。毛細血管から何から全部贅肉も吸い取ってんの。ありがたい話で細くなるんだったら、そういうことを例えば全身やったらどうなるか。僕らユリスのお手足チャンネル見てる人分かるけど、なんで脂肪細胞って脂肪を蓄えたりするのっつったら、余計なエネルギーを取ってしまって体外に排出しなきゃいけないのに、腎臓が弱ってきたりとかすることによって体外排出ができない、もしくはそれを超えるものを摂取した時に体内の血液とかに滞ってしまい、その後脳とか心臓とかが詰まったらえらいことになるから、それをさせないために脂肪細胞が食べてくれる、食べて自分が大きくなってしまうけど、その代わり体の中をきれいにするっていうために必要な細胞なんですよ。それをむやみやたらに全身取ってしまったら、果たして誰がそれをしてくれるのって話。痩せているのに血液検査がやたら引っかかる人がいるってのはそれなのよ。太ってるけど血液検査がやたら引っかからない人っているでしょ。それは脂肪細胞がちゃんとお仕事してるからなんですよ。その脂肪細胞を吸引で取るっていうのは手っ取り早いやり方だけど、果たしてそれがいいかどうかっていうのは健康という概念からするともっとトータルできちっと考えなければいけません、というようなお話でございます。今日この後まとめをやりますが、まとめの時にはもうちょっと辛口な話をしますんで、すいません、でも見といた方がいいです。よかったら参考にしてください。はい、ではね、まとめということでね、このコーナーだったのを持ってますけどもね、一応ね、脂肪吸引をした後の話っていうのをちょっとここでしたいと思ってるの。実はね、お客様の中で脂肪吸引した後本当にずっと保ててる人もいるのよ。いるんだけれども失敗してる人もいっぱいいらっしゃる。いっぱいいらっしゃる事例の一番多いのは、私脂肪吸引したのに太ってるんですよとか、私脂肪吸引したのに細いのがキープできなかったっていうの。それね、正直言って5年ぐらいのスパンねで言うなんだけど、実際いらっしゃる。さっき言ったけども、ちょっと簡単な話だよね。だって脂肪吸引やったって私生活変わらなければ当然溜め込まないといけないわけで、要はいらないものをね、溜め込んじゃったものを外にも出ていかないわけだから、どうしたらいいのっつったら、溜め込んだものを例えば二の腕がダメだったら太ももに溜め込んだり、当たり前の話だよね。
それがね、例えば極端なこと言うと、究極で言うとお胸を大きくしたいんですって女の子が、例えば二の腕とかお腹とか太ももとか全部理論的にだけど脂肪吸引しちゃったら、溜まるとこはどこなのって言ったらお胸か内臓脂肪しかないわけですよ。そういう意味で言ったらお胸が大きくなる可能性はあるよね。それからもう一つ言えるのは、太っちゃったっていう表現っていうのは、女の子にとって体重で考えるのか見た目で考えるのかとかいろいろあるけれども、仮に100万歩ずって完璧な脂肪吸引をして細く綺麗になったところで、内臓脂肪は脂肪吸引で取れませんからね。皆さん絶対勘違いしてるんだけど、脂肪吸引で細くなるのはいわゆる足とか腕の話であって、お腹周りも脂肪吸引で一応できるけど、あれは見たと思うけど10ミリ15ミリの話である、お腹の部分の贅肉とかの部分であって、前回の113回目の竹内恵里穂先生がおっしゃってた通り、2センチでも例えば包丁でお腹切腹でもしたら、そのまま腹膜切って腸がデローンと出て内臓が全部出ちゃうよ。これが実際人間の体なんです。それを脂肪吸引でどんだけ細い管使って取ったって、それは2センチを取っただけの話であって、内臓脂肪の中を取ったんじゃないからね。内臓脂肪ってのは腹膜の中にあるわけですから、腸と腸の間のところの腸間膜のところとかにへばりついたりとかするものなので、そういったものを取ってるのと違いますからね。だから脂肪吸引ができて細く感じる人ってのは限界があって、お腹周りがなんて言ってる人たちは脂肪吸引できないんだよ、ほとんど。そこ皆さん勘違いしないでいただきたい。正直なこと言うと、そんなこと言って脂肪吸引お腹がとか言ってる人は勉強不足ですよ、はっきり言って。もしそれでお腹も減りますよっていうお医者さんの話を聞いたんだったら、そのお医者さんは信用しないわけです。お医者さんで文句言う人いるかもしれないけど、僕はもう堂々と戦います、それに関して。間違いなくアナトミやってる人間だったら誰だって分かってますよ、そんなの。お腹は2センチ切ったら腹膜に達して、腹膜のところの中まで注入して脂肪吸引するなんて医者は多分ほぼいないと思います。もしそれをやってるって言うんだったら、そこ行ってください。そこまで僕否定しません。腹膜破ってまでして脂肪吸引してますって人がいたら、それは立派な話ですけど、間違って腸とか腸間膜まで吸っちゃったら大丈夫なのか。そこにはたくさんの血管がありますからね。腹膜のところの中の内臓まで血出しちゃったらえらいことになりますから、私はないと思います、そんなこと。はい、ということでございました。ちょっとね、お医者さんっぽい話をしてしまってますけれども、皆さんにはちょっとなかなか理解できないこともあるかもしれないんだけど、つまりは脂肪吸引っていうのは二の腕とか太ももとかの部分、特に太ももなんですけど、そこの2センチとかね、そういう脂肪を吸い取ってなくすっていう方法論としてはあるよ。ゆでのいいお医者さんに頼んだら、運が多少伴うけれども綺麗な足になる可能性はあるよ。でもその後に例えばボコボコしてしまう可能性も残ってるし、数年後においてその足が下手をすると大きくなっちゃったり、もしくはそこの脂肪がきれいに取れたら大きくならないけども、他のパーツが大きくなる可能性があるよ。それを防ぐためには体質を変え、食生活を変えること、そして体質を変えるためには悪いものを外を出すという意味も含めて、やっぱり腎臓を強くしなきゃいけないねっていうことになるわけです。はい、ということでまとめました。よかったら参考にしてください。それでは失礼します。